腹ペコアザラシと申します。三国志14、難易度は極級、シナリオは揺らぐ艦長、選択君主は公園。第3回を始めさせていただきます。前回は相変わらず孫権より敵対行為を受けながらも、なんとか董卓と同盟を結び、北の憂いをなくしたところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。では参ります。でイベントは、孫権乙191年12月下旬ですね。いやー、これで袁紹も独立してますね。で劉具が南邳を抑えてると。で董卓が、やはり董卓の勢力は抜きん出てますね。やっぱり董卓と同盟結んどいてよかったな。今後の我が軍の方針としては董権をちょっと抑えたいな。南方には行けないから、ちょっと中原でなんとか曹操と同盟を結びつつってところかな。ちょっと曹操と同盟を結ぶために名品をちょっと持っていきましょう。任せろ。では進めていきましょう。いやー、武将見つけてほしいな。おお、周泰見つけた。よし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 、いいですね。周泰さん見つけたのは大きいよ。各所より報告です。イベントは特にないですね。そしたらまた武将を見つけたので、周泰さん奉仕でここを奪って戻りましょう。これで六甲はかなり強化される。ついてこい。ジョナンほんと捨ててもいいな。おお、周囲を見つけた。よしよし、天下に導こう。いやいやいや、素晴らしい。しかも一発で仲間になってくれた。周泰といい、もしかしたら公園は孫権寄りなのか。よしよし、いいんじゃないの。確認してくれ。いやー、これは素晴らしいぞ。ちょっと感触つけていこう。全解任で知力を上げる感触を周遊さん。不満持つ方にはちょっと褒章で黙らせましょう。感謝する。で、あとは内政治安ですね。治政ですね。こちら周遊に商業をやってもらいましょう。わかった。で、探索で露光かな。あ、ちょっと待てよ。任命姿勢で軍師を任じていかないと。任せてもらおう。いいんじゃない。で探索できるところはジョナンか。やっぱジョナンに人がいるんだ。ちょっとこれジョナンに人を送り込むか。とりあえず送り込みましょう。では参ります。さあ、ジョナンにも人材がいるみたいなので発見してもらいましょう。お、チンだ。旧演術年の部長ですね。あ、雷白もそうだな。で、演歌。おー、律。いやー、仲間にしたいメンバーばっかりだな。雷白とチンランはちょっと違うけど。チン白だよな。チンランだよな。まずは律と演歌も仲間にしたいな。よし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 、リツ仲間になった。よし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 。いやー、政治に強いリョハンさん仲間になってくれたのは嬉しいですね。もういないかな、さすがに人材は。確認してくれ。なさそう、いなそうですね。あとジョナンにどれぐらい残ってる。あー、エンカンさんはいなくなっちゃったか。行こう。仕方ないですね。では参ります。
では進めていきましょう。よし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 、陳蘭さん、あとは在野にいるのは雷博だけか。まあでもなんだかんだ言って人材は揃ってきたぞ。よろしく。よーし、ようやく雷博も仲間になってくれた。あとはちょっとロコに行こう。ロコでね、多分人材がいると思うんだよな。いないのかな。よしよし、そうそうと、ようやく親密になりましたね。よし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 、これで同盟結べましたね。使者が到着しました。いやいやいや、ここに来てそれか。せっかく今親善高めようとしてるのに、董卓と。報告がある。というか一層ごと董卓と手切るか。ちょっと今董卓の状況を見ると、おっと、包囲占領されて董卓が陳留を、炎術もここで独立してるしな。巨匠が孤立してるんだよな。これはワンチャンいけるな。ただそうなると孫権とは結ばないとまずいぞ。南の孫策と結べないかな。孫権か、不和なんだよな。今さらやるにはちょっととお金がかかりすぎる。今後の戦略に迷うな。巨匠を落とせればそれに越したことはないけど、小さい勢力を滅ぼしてその人材を奪うっていうのがまず第一になるから、現白虎あたりをちょっと狙っていきたいところですけどね。どちらにしろそのためには孫権と同盟を結ぶ必要があるな。それかいっそのことを全軍率いて孫権打ちに行くっていうのも手ですけどね。当権も無駄にな、戦力が広いからな。で武将もさほどいないし、うまみとしては現8個の方が大きいですね。とりあえず董卓軍とはやっぱり同盟結んでおいた方がいいな。よし、董卓と同盟延長ですね。ただそろそろイベントとかもあるんじゃないか。報告がある。決裁イベント、次は孫権乙は、炎術の君主が亡くなったので、これでもう亡くなりましたね。ってことは孫権はいなくならないっていうことか。美女連冠の計、呂布の所属が董卓軍、これが発生してないみたいですね。呂布は一体今どこにいる。全勢力武将で呂布、提言の軍か。じゃあ呂布、これは董卓は生き残りますね。となるとちょっと戦略考えなきゃいけないな。これから先イベントで大きく変動するようなイベントはないので、董卓軍の相手は曹操に任し、同盟を結びつつ南にやっぱり逃げるっていう手だな。特に孫権だな。孫権を落とそう。よしよしよし、長かったな。孫権とようやく親密になれましたよ。これを。
任せください。よし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 、これで孫権とも同盟結べました。これで周囲には敵はいない。あとは玄白虎を倒すのみだが、結構な軍勢になってるな。玄白虎も周囲の勢力で、あと刀剣が1年ちょっとで切れるので、これ切るまでは力を蓄えて刀剣を落とすべきですね。そうしましょう。本当は玄白虎を落としたいけど、その前にまずは刀剣だ。さあ、それでは呪春侵攻のね、軍を起こす準備はだいぶ整ったので、序南に向けて周対律、律と将棋向かわせるか、いや律と巨著の曹操軍を向かわせましょう。行くか。で外交破棄、刀剣との同盟を破棄しましょう。分かった。では進めましょう。よしよし、玄白虎と24ヶ月の同盟を結びました。そして同時に刀剣とも破棄になりましたと。報告がある。で配下武将がどれぐらい、今現状武将で忠誠は、まあ、90ぐらい、89、これぐらいだったらいけるだろう。では序乱から出撃です。ちょっと感触つけていきましょう。こちら周囲も当然つけていくので、露宿、あとは周対律、将金、あとは巨著、この辺りかな。全軍出すかどうかちょっとまた分かんないですけどね。で序南から出撃しましょう。露宿、律、そして巨著、この3体で砲炎強化を使える方が多いので砲炎にしよう今回は。で律は水攻でいいですね。で巨著も砲炎で怪力無比と鉄壁入れていきましょう。で露宿があんまり大したものがないんだよな。ヒア入れてっか。いや、露宿は習得で、こちら豪華を覚えさせていきましょう。で序乱から出撃です。露宿、律、巨著で砲炎で豪華で、律は水攻、怪力無比と鉄壁、これでいいでしょう。律水攻奉仕で出すか。そうしよう。で露宿と巨著でここまで進軍、律はこちらまで進軍しましょう。皆の者出陣です。で露光から出撃で周対将棋、こちら2体で両方とも、あ、砲炎使えるので砲炎使っていきましょう。で魚鱗使えるので、こちら魚鱗で賞金はいきましょう。いや奉仕だな、スピード重視でいこう。で賞金はスピード重視で周囲の歩を奪っていきましょう。で周隊はこちらまでいきましょう。これでいいでしょう。腕が鳴る。で任命姿勢、奉仕強化レベル2になってるんですが、砲炎強化レベル5、巨著が使えるので砲炎強化にしていきましょう。では進めていきましょう。いやー忠誠が下がっちゃったからね、これでいけるかどうかなんだけど。使者がお待ちです。で玄白虎からの使者ですね。おお、いいじゃないの、金5000、美味しいですね。いやー初めてだな、金5000もくれるなんて。
動くとするか。で、露光から出撃で周遊さん。周遊感触ちょっと士気9000持てるように上げていきましょう。では露光から出撃です。公園は陣形何持ってる、持ってねえな。周遊も放炎でいきましょう。で進化系で、こちらでここまで進軍しましょう。いざ勝利をもたらさん。では進めていきましょう。おい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 、集隊が孤立してるのを狙っていくな。で集隊がシュシュに一騎打ち、いいんじゃないの。これは勝てるでしょう。できれば捕らえてほしい。うーん、ちょっと無理か。でガッピア抑えましたね。賭けを外しません。いいんじゃないの。確認してくれ。攻撃開始。で集金隊だけになりましたね。いやー、防御が強いとはいえちょっと集隊やられそうだな。とりあえず集隊は合皮で待機ですね。心得た。何事だ。で周遊で同時に賞金を倒しに行きましょう。任せてもらおう。周囲に軍を展開してね、動かさないようにしないといけないですからね。ありがとうよ。では進めていきましょう。見せろ。いいですね、ベストのタイミング。よし、これで神秘まで上がりましたね。死者がお待ちです。いやー、トータクここぞとばかりに要求してくるな。よし、集金撃破で捕らえた。素晴らしいですね。いいんじゃないの。報告がある。で刺して減らなかったですね、集隊の兵力は。そしたら集隊もここまで行きましょう。で周遊はここまで行きましょう。任せてもらおう。どうされましたか。でロシュクはここまで。心得ました。巨長もここまで行きましょう。心得た。さあ、あとは賞金と率が歩を奪ってくれるのを待つだけですね。では進めていきましょう。もう受春からは出てこないだろう。あとは周囲も助ける余力は残ってないですね。よしよしよし、これでいきましょう。使者がお待ちです。刀剣からの使者拒否です。お金に変えてもよかったですけどね。確認してくれ。いかがだったでしょうか。ついに刀剣軍と刃を交えることになった我ら光炎軍。しかし見ていただいた通り霊峡ですね。ちょっとね、戦闘の強化の、まあ、政策が2つしか採用できないということで、かなり厳しい状況になっております。果たしてこのまま刀剣が居座る樹春を落とすことができるのか。それでも、もうね、周大さんがね、主順に対して一騎打ちで勝ってくれたので、初戦は華々しくね、周金も捕虜にできたので、まあ、なんとかなるかなと思うんですけど、まだ樹春には1万4000いますので、まだまだ油断はできません。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。